ということで、おはようございます。ティラと申しますねえ、さっきねちょっと変わったもの拾ったんだ。ちょっとみんなにね見てほしくって。いくよ、せーの、どう見て見て、さっきね落ちてたものを拾ってつけました。こうやって見える、耳にねピアスがつきました。まあ、ということで簡潔にね言いますと、ティラアップデートイエーイ、ティラこの度ねアップデートしましたちょっとねこれだと違いが分かんないんじゃないかなって思いますんで、左の方にちょっとね前の方貼っておこうかな。いくぞティラ分身の術というわけで、こちらのようにただねこうやって待機してるだけでも、羽の動きやね尻尾がね より動くようになりました。つまり私はどういうことかって言いますとね、尻尾や羽をもっとバサバサしないとね飛べない体になってしまいました。歳を感じますアンラのねピアスをこうやってもらったんですよ。いやこれがアンラとのね友情の証って感じですかね。はい、あとちょっと見てほしいんだけどね、よいしょ、ほら見て、耳が立体的に見えるようになりました。よいしょいやでもこうやってねプニプニ感がね増した感じになっております。ティラアップデートなのだ。大きな変更点として一つあるんですけど、じゃあちょっと皆さんティラを褒めてくださいはい、ありがとうございます。もうそんなに褒められるとね嬉しいな嬉しい嬉しいなのだイエーイ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 。というわけで喜び顔ができるようになりました。もう手をねこうやって振ってね喜べるようになりました。イエーイ一応元画像がね、元画像こちらになるんですけど、はい、こちらをね忠実に再現した形となっております。わーい、もうね楽しい気持ちの時はねひたすらこの調子でいこうかなと思います。イエーイ。というわけでね皆さんティラをねけなしてみてくださいそんなにね、まあ、むざむざ悪口ブータラブータラ言ってるとね、
怒るよ、ちょっとねえねえねえ、怒るんだけどな、ちょねえ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 、それ理不尽じゃない、ねえ、めっちゃ怒るんだけどね、イライラすんだけどね。というわけで、怒る顔ができるようになりました。この口がムってしてるんですよ。で、ピキって、もう、マンフって言うんですかね、こういうの。はい。ちなみにね、さっきちょっと見せたんですけど、笑顔のまま怒ります。笑顔のまま怒れるのだ。利点は何もないのだ。なんで喜びながら怒ってるんだ、僕は。というわけでね、このムッとした表情もできるようになりました。ティラのアップデートです。嬉しいです。というわけでね、今回はですね、デビューして実はですね、1年になるんですね。はい。ティラのこの夢の中の姿が生まれて1年になるんですよ。なのでね、今回ね、うちのパパであるね、古代ヨネヨシに、ティラのアップデートを頼んでね、体を魔改造されてこうなりました。体を魔改造。で、もう一つちょっとしたお知らせになるんですけど、更新頻度下げます。というのもですね、まあツイッターで散々愚痴ってはいるんですけど、仕事がマジで忙しくって、帰ったらご飯食って風呂入って抜いて寝るだけなんですよ。ということで、まあ動画作る時間がマジでないと。作る時間はね、金曜日の夜とね、土日に作ってるぐらいなんで、まあギリギリというか、というかパソコンに触れる時間がないんで、動画を上げるのもなかなか大変で、前日にね、ほとんど公開予約という形を取ってるんですけど、まあ時間がないです。ストレスが溜まってね、もう仕事中ね、研修中ですか、はい、研修中ですね、研修中ね、ストレスが溜まります。そうするとね、人にはね、押しものことしか考えられなくなります。人じゃないし。まあでも、更新頻度は下げるつもりではいますけど、できる限り更新頻度は上げるつもりです。生放送できる日はするし、9月からね、本当に仕事が始まるんで、そこからどうなるかはちょっとわかんないんで、もう今のうちにちょっとね、宣言しておこうと思います。毎日更新をね、やめます。仕事は人をおかしくさせるよ。あと、もう一つ報告があるんですけど、広告、出ました。ティラチャンネルのですね、広告を、まあ、YouTube にお金を払ってね、出したんですね。ちょっと聞いてほしいんですけど、いや、ティラさん、ちょっとそんな、ティラさん、そんな広告出すのはティラさん見たくないなって思うじゃないですか。まあ、ちょっと結果をね、ちょっと軽く発表しようと思うんですよ。1日ですね、まあ、広告っていうのは、見てもらうことに、まあ、お金が出るんで、まあ、その予算は大体ね、500円でちょっと行ったんですよ。500円でまあ予算組んだんです。まあ、500円で予算を組んだ中、みんなに見ていただいて、YouTube で自動で流れるやつでね、見ていただいてね、1日ね、まあ、ここで画像付きで発表するか分かんないけど、ちょっと見せますとですね、言いますとですね、1400いってます。なんで、500で設定したのに1400円かかるほど再生されました。ちなみにご存知だとは思うんですけど、そんなに増えてないんですよ、チャンネル登録者数。もう、生地頑張って PV 作ったからのかどうか知らないんですけど、PV の視聴回数はめちゃくちゃ皆さんに見てもらってるんです。はい。ただ、まあ、視聴者数には結びついてないというか、別にまあいいんだけど、モンバトの楽しさを知ってもらうという点では間違ってないんだけどさ。気づいたらなんかね、なんか人は増えないけど、広告の視聴回数ばっか増えても。まあでもね、これを通じてね、広告だけでもいいんでね、モンバトが楽しいゲームだったとか、そういう風に思い出していただけたらなと思います。目処は1ヶ月。まあ増えても増えなくてもね、1ヶ月ぐらいでね、やめようと思うんでね、まあ、今見ていただいてる皆さんや、もし広告から入った皆さんはね、今後とも仲良くしていただけたらなと思いますのだ。イェイイェイイェイ。じゃあね、今回はこれぐらい終わりたいと思います。まあ次回の配信とかからね、この新しいね、アップデートしたティラでね、生放送やっていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いしますなのだ。